今日は今ちょっと皆さんが気になってるニュースがあると思うんです。それはね、シアトルの解放区の中で何が起こってるかということでね、やっとニュース出てきたんで、CNN あたりね、出てきたので、だいぶ状況がわかるようになってきたんですけど、まあ中多分大変なことになってんだろうなと。門番は巨大な浅間山荘事件になるみたいな感じになるんじゃないかなと。いうふうに思っていたんですけど、CNN がですね、こんな報道をしました。まあこれもすでにいろんなところで報じられてるとは思うんですけどね。ヘッドラインはこうです。米シアトルの自治区で銃撃、2人死傷、警察が中に入れずということで、20日ですね、おととい発砲があり2人死傷したが、事件が抗議デモによって形成されて自治区で発生したため、警察官が中に入れない事態となったと。警察によれば暴力的な群衆によって自治区内に入るのを妨げられたということで、この時のですね、発砲事件があったんですけど、その模様がですね、動画でアップされております。この動画見せちゃっていいのかな？これは多分見せちゃっていい動画だと思うんですけどね。個人で撮影された方の動画をですね、クリップして音だけ聞きます。まあちょっと見ますか。これ結構やばい動画なんで、ちょっとここから。ほら。みんな逃げてます、一緒で。こんな感じです。これちょっとあれかな。YouTube 的にはちょっとまずかったかな。はい。こういう動画がアップされてまして。でね、これがシアトルなんですけど、もう一個ね、アトランタでもすごいの受けちゃったんですよね。アトランタのね、やっぱりね、動画なんですけど、これもちょっと皆さんに見てもらいたいから。こういうね、動画にすると衝撃的なので、持ってますよね、銃をね。この真ん中の青いの、来た人。で、こいつらがなんかまあ、うろついてるわけですよ、このアトランタの市内を。で、何が起こるかというと、この後ですね、この辺で銃撃が起こりまして、バンバンバンってこう銃撃が起こりまして、で、このさっきのね、青いやついますよね。指さしてますけど。で、こいつらもうなんか、この銃撃に巻き込まれて、バババーンって、もうものすごい銃撃で、みんなこう逃げ回ってるんですよ、ここね。で、逃げ回って、最後、なんと、この、この女の子ですね。この真ん中の女の子撃たれまして、撃たれてですね、もうすぐ、救急車呼べとかって言ってるんですけど、これ警察ロックアウトしたこの、まあ、アトランタの、まあ、解放区みたいなところ、この事件が。起こっていると。警察出てけとか言ってるのに、こう、まあ、警察呼んでるみたいな。まあ、こんな状況ですね。すいません。ちょっとこれ動画にすると多分衝撃的すぎて、YouTube からなんか止められそうな気がしたんで、これぐらいにしときましたけど。まあまあ、こんな感じです。大変ですよ。まあ、こんなことが起こってまして、いやーもうどうすんだろうな、ということですね。この間ね、トランプ大統領、これにちょっと関連するんですけど、トランプ大統領もですね、集会ね、4万人入れる会場になんか1万9000人ぐらいしか入らなくてガラガラだったと。で、それはね、TikTok と、それからあと K-POP ファンが、なんかいっぱいその、妨害のためのね、工作というか、そのまあ情報を回していて、トランプ大統領の集会ね、チケットを予約して、でも当日行かないと、ノーショー運動っていうのをやったらしいんですよ。で、しかもそれを呼びかけた彼の投稿をですね、1日2日で全部消すっていう、そういうまあ芸の細かいところをやって、当日1万9000人しか来なかったということなんですが、ものすごい売れてたらしいんですよね。100万枚ぐらいチケットの申し込みがあったと。だから青天井で入れてて、もう当日来たら来たでもう入れちゃって、余った人はもう周りにもう野外でみたいな風にやってたのに、なんか実際に2万人収容のスタジアムで半分だ。4万で1万9000じゃなくて、2万人が半分ぐらいしか埋まらなくて、ガラガラだったみたいなんですよね。で、このなんか運動をやった連中はですね、Google ボイスの捨て電話番号を使って、で、さらに、まあ、この投稿もですね、1日で削除するようになんか回ってたらしいんですよね。で、これ、もし、そのね、ティーンエイジャーがこれやったっていうことなんですけど、これ、もしこういうことをティーンエイジャーがやったとするとですね、これもう民主主義のルール的には僕はアウトだと思うんですよね。単なる妨害工作で、やっぱ言論には言論で対抗すべきだと思うんで、こういうことはダメですよね。さすがに。これもしやってしまったということで、で、かつですよ、これ本当にティーンエイジャーがやったのかどうかって結構微妙で、まさか、ご妄想とかそういうのでやってないよね、みたいなのちょっとあったりもするので、これ下手すると共和党側がですね、まあこの件を機に、すげえ結束を見せてしまう可能性も、なきにしもあらずかな、というふうに思います。あと、まあいくつかね、まあ BLM の活動家の人たちがね、私はマルキストでみたいな告白してる動画みたいなのもアップされてたりとか、結構ちょっと混乱がすごいですよね。そういうまあ流れの中でコロンブスの像とか、なんかほら、奴隷貿易に関与してたやつの像をね、
銅像を破壊して海に沈めるみたいなこともアメリカとかイギリスですげえ起こってるんですけど、そういう現代の価値観でですね、過去を全部否定して破壊活動をするというのはですね、皆さん覚えてますよね、あの造反有理、文化大革命そのものじゃないかなと。でこれ異を唱えるやつはもう全部ヘイトだレイシストだとね、レッテル貼ってですね、もうそれこそ海に突き落とされるみたいな勢いだとすると、これまさに文化大革命ということで、まあ日本でもね、そんな勢いは持ってないですけど、そういうこと言ってる人たちいますよね、右にも左にもね。これ非常に大きな問題だなというふうに思います。まあ要はその言論が通用しない相手っていうのは、これ民主主義の敵ですからね。こういうだから工作活動っていうんですか、もうチケットをその不当にね、取って当日行かないみたいな嫌がらせですよね、これほとんどね。で、これがその K-POP と TikTok ですよ。K-POP どの国かわかりますよね。TikTok はどの国のサービスか皆さんわかりますよね。あえて言いませんけど。これなんかちょっと引っかかるんですよね。で、内藤先生がね、チャンネルクラブの動画でいろいろ明らかにしてくれましたけど、ある日突然世界同時多発的に起こったかのような原水爆禁止運動ですけど、あれ完全にソ連が手を引いてた運動でしたからね。後になって分かったことがね。なので、こう同時多発的に世界で起こっていることっていうのが、まあ必ずしも市民が自発的に立ち上がったのがたまたま同じタイミングだったっていう場合と、そうでない場合がある。で、今回のこれはどうなのかということは現時点では分かりません。陰謀だって決めつけちゃうのも問題があると思いますね。現時点では分かりませんが、しかし陰謀でないとも言い切れない。まだ現時点では分からないとしか言えません。まあ、ただ今回 TikTok と K-POP ってのはすげえ引っかかるんですよね。うん、なんでっていうふうに思いますよね。で、実際その解放区なるところで行われていることは、まあ警察がいないことをいいことにね、まあ麻薬がかなり出回ってるみたいですし、それからまあちょっとおかしくなった人が、もうおかしくなった人かよく分からないですけど、銃の乱射事件ね。シカゴでも銃の乱射事件が起こって11人亡くなったらしいんですけれども、まあかなりまずいことになっていると。やっぱ警察がいないと治安は守れないですよね。当たり前ですけど。だって悪い奴捕まえに来ないんだからさ、やりたい放題じゃん。まあ本当にね、ちょっとね、恐ろしいことになってるなと。で、まあアメリカのね、良識的な人々、あとね、黒人の中でもね、やっぱもう良識的な人の方がメインで、黙ってる人がメインですから、まあこういうの見てもみんな結構眉を潜めてるのではないかと。実際ね、YouTube なんかでこういうのはダメだって訴えてる勇気あるね、黒人女性なんかもいらっしゃいましたけれども、これね、動画過ぎてきたので、だんだんこれはかつてのね、日本における浅間山荘事件みたいなね、残虐な事件を起こしてですね、まあ仲間をね、粛清と称して、総括と称してですね、ボコボコにぶん殴って、痛い目に遭わせた上に殺してね、山に埋めるみたいな、めちゃくちゃなことやって、で浅間山荘立てこもってね、もう人質ぶっ殺したりとか、妊婦の腹蹴って殺したりとかね、めちゃくちゃなことやって、で、あれでもう一気にその日本の左翼運動というのはですね、大衆の支持を失っていったわけですよ。で、まあその時の慣れの果てみたいな人が未だにね、まあ市民運動と称してやってる人もいたりするんですけれども、もうちょっと今日やばすぎてあれだな。結構微妙だな。まあでもいいや。大事なことだから。これちょっとね、やりすぎですよね。こんな銃撃ったりとかね、めちゃくちゃなことやってね。まあ、治安を維持する能力はないでしょう。市民活動家にはね。だからやっぱ同行したらいかんなと、私は思うんですけれども、まあそういうことをやって、で、ついに CNN もですね、まあこういう問題をね、報じていると。シアトルのキャピトルヒルでね、銃の発砲があって、一人死んで、もう一人が怪我と。犯人は結局捕まってないと。警察は一応まあ捜査を行ってるんですけど、中に入れないらしいんですよね。8人の警官が現場に入ろうとしたが、群衆は警官に向かって叫び声を上げるなどしていたということで、まあちょっとこれはね、さすがにまずいことになってきたなと。はい、いうふうに思います。まあ、このままね、もしこの事態が進行して、エスカレーションが止まらないようだとね、攻殻機動隊の世界になるかなと、ちょっと心配してたんですよ。攻殻機動隊の世界ではですね、アメリカは三分裂していると。三分裂して、一つはもうロシアに併合されているというですね、そういう未来ですね。で、攻殻機動隊で米帝と呼ばれているのは、今の南部とかをね、中心としたですね、アメリカですよね。で、あと、リベラルな沿岸部のアメリカと、あと北部はもうロシアに食われてるみたいな、まあそういう未来を攻殻機動隊では予想してたんですけど、まあロシアというかソ連ね、まあ、ソ連がもうなくなっちゃいましたからね。ロシアも今結構問題抱えてるんで、まあ、そこまでパワーがあるかどうかと。チャイナもね、実は結構同じような問題を抱えてまして、民衆がね、まあ香港で放棄してる民衆というのはいるんですけれども、チャイナ各地でですね、やっぱこう経済区をまあ理由にしたですね、いろいろな問題が実は起こっています。で、これがね、これ、出てたかな、今日。矢板さん。産経新聞の矢板明夫さんっているでしょ。矢板さんって皆さんちなみにどういう方かご存知ですか。産経新聞の北京支局に、まあ、ずっといた方で、あまりにもですね、共産党にね、不都合のことばっかり書くので、矢板さんの後任の、記者のビザが降りなくて、で、その結果10年ぐらい北京にいた人ですよ。
で、もともと矢板さんは、小学生だか中学生の時に、チャイナの残留日本人孤児の2世として日本に帰国した方で、チャイニーズはペラペラです。で、奥さんも向こうの方ですよね。はい。で、その方が、まあ、ずっと北京で、共産党の都合悪いことずっと書き続けたんで、なかなか日本に戻ってこれなかったんですけど、まあ、何度か帰ってきて。で、その時に、資本取引規制を食らってですね、チャイナの銀行に預金してた自分の給料のお金をなかなか持ってこれないみたいなことを、帰国して、早々僕がお会いした時になんかその話をされてましたけど、矢板さんがね、現代ビジネスの面白い記事を書いていて、李克強とですね、習近平の対立が抜き差しならないところまで行っていると。経済が今ね、大変なことになって、まあ、いろいろなことをこう、まあ、矢継ぎ早に緊急事態なんて決めなきゃいけない。意見が対立してですね、いろんなものがスタックして進まなくなってると。まあ要はその、李克強は政府ですからね。あれ一応首相なんで、政府の代表。で、習近平は党の代表でしょ。だからまあ政府と党が対立してるみたいな、まあそんな感じで。まあでもそれでもホットウォーターや冷戦なんですけどね。まあそういう状態でですね、チャイナもちょっと中が割れつつある。まあもともとね、あれだってね、違う国を無理やり併合してますからね。武力によって、チベットとかウイグルとか併合してね、満州なんてもうね、民族浄化で、満州人どこ行ったみたいな、まあ感じになってますよね。李克強はね、ただね、近藤大輔さんの情報によると、ちょっとね、心を少し、精神をちょっと害している部分があるそうで、果たしてこの、厳しいですね、この冷戦、習近平の戦いね、耐えられるかどうかという、まあこういう問題をまあ抱えていて、まあ本当ね、世界中が今大変になっているということでございます。はい。